例えば何て中女子のハードルは3組に分かれて2着までは自動的に決勝、記録上位者3着以下は2名、さてフィールド映像、女子の走り高跳び 1m75、 2回目の跳躍が終わりました。この2回目には築地銀だこ津田競り合いクリアをしています。3回目の跳躍が始まります。はい、1組確定しました。田中さん、本田さん、まずは決勝進出を決めました。田中さんは3着13秒6位。走り高跳び、この3回目に大新プラント新村愛理 1m75 をクリアしています。予選は第2組です。2名は天海の鎧美紀さん、さらに富士通田中由美、パリオリンピックの代表です。4年長谷川大輝施設中島瞳、5年エニオン柴田真中、6年高世代川川美咲、7年、ウース東京、佐々木天、8年、関大英大、中山理子、予選は第2組のスタートです。風は残念ながら向かい風になってしまいました。